鳥取自動車道、鳥取自動車道、鳥取自動車道、鳥取エクスプレスウェイは、兵庫県作用郡作用町の作用ジャンクション、JCT から、岡山県を経由し、鳥取県鳥取市の鳥取インターチェンジ、ICA 至る高速道路、高規格幹線道路である。略称は、鳥取道、鳥取道、鳥取エクスプウー。高速道路ナンバリング、 高速道路等路線番号では、張間自動車道、中国自動車道とともに E29 が割り振られている。途中、西淡倉 IC の南 0.5km、キロメートル、左用 JCT 起点 19.2km 地点から、地図 IC までは、高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路による、大体区間の志と坂峠道路である。本では、 心戸し坂峠道路についても述べる。中国山地を貫き、鳥取県東部と中国自動車道を結ぶ高速道路であり、兵庫県の作用群作用町と鳥取県の県庁所在地である鳥取市を結んでいる。全線が国道373号の路線にほぼ沿っており、山間部を通過するためトンネルが多い。1981年。 昭和56年に、志戸坂峠道路の部分が最初の共用を開始し、2009年、平成21年3月14日には、鳥取自動車道の部分で最初の区間が共用を開始した。2013年、平成25年3月23日に全線、開通した。鳥取県、岡山県で、不可車線の設置工事に着手している。当初は全区間が、 有料道路で計画されていたが、2005年、平成17年、中国自動車道との接続部、作用 TB より、北が進直活方式へ変更され、この区間の通行料金が無料となり、インターチェンジ入りには、鳥取,っ取り道、無料区間と書かれている。なお、作用平服 IC より南には、出口がなくそのまま、有料区間に行き着いてしまうため、 作用を平服 IC にはその旨の注意喚起表示がある。政令上の正式な路線名は、中国横断自動車道姫路鳥取線、姫路市鳥取市であり、鳥取自動車道は、この一部である。鳥取自動車道、鳥取道として共用されている区間のうち、西淡倉 IC の南 0.5km、作用 JCT 起点 19.2km 地点、地図 IC 間は、 中国横断自動車道姫路鳥取線の整備区間ではなく鳥取自動車道に並行する一般国道自動車専用道路以下 A 路線とシルの志と坂峠道路国道373号のバイパスである鳥取道ではないが鳥取道と一体的に運用されている途中の白坂トンネルを挟む 2.5km の区間は当面活用区間として 鳥取道の計画以前に一般道路として整備したものを暫定利用するという措置がなされ、坂に駒帰り間は歩行者や自動車専用道路を通行できない 125cc 以下の車両も通行できる区間となっており、東側、上り線側に歩道がある。この区間を自動車専用道路にするには、現トンネルとは別ルートで自動車専用道用のトンネルを掘るか、 死戸坂トンネルの車線幅を現行の3.25メートルから3.5メートルとするために歩道を撤去して有効福音を広げるトンネル改修工事を行うと共に一般道路用に別のトンネルを掘るかの二つが挙げられる。しかし全線開通が最優先とされているためこの件については当面見送られており鳥取自動車道区間が全線開通した後に 競技を始める予定である、同様に、前線4車線化についても、当面見送りとなっている。四戸坂峠道路起点は、西淡倉 IC の南 0.5km、左用 JCT 起点 19.2km 地点を示す。ネクスコ西日本が制作している地図や中日本エクシスが制作している、全国版高速道路地図の場合、建設時は、 新直轄方式の高速道路という形で乗っているが、開通後は自動車専用道路扱いになっている。その他の地図もほとんどが自動車専用道路か国道バイパス扱いで乗っている。ただし、秋文社発行の地図は高速道路の無料区間として自動車専用道路とは区別しており、Google マップは唯一他の高速道路と表示が同じである。また、基本的に 鳥取自動車道の作用 TB までが他の高速道路と同じ表記で、あが、作用平服 IC までであったり、作用 JCT の分岐から自動車、専用道路扱いのものもある。高速道路会社が制作している地図の場合は、記載すらされないものもある。この件に関しては、鳥取県側からネクスコ西日本、各地図サイトに改善するよう申請していたが、ネクスコ西日本の制作している。 フリーペーパーパスティ12.1月号から新たに新直轄区間という形で扱われた。志と坂峠道路を除くインターチェンジの出口標識には三輪自動車道でも用いられているように次のインターチェンジを書いた標識も設置している。無料区間と有料区間を区別する役割もある鳥取道の標識の正体は 日本道路公団が開発した独自の角張った書体、または、平木の角ゴシック体、W5、大原 IC 西山倉 IC 間を使用しているが、志差坂峠道路の標識は、国道などで使用されているゴシックを使用しているものも、ある。また、鳥取道と、志差坂峠道路を区別する標識は、特にない。持ちせ IC、PA から、 川原 IC の上下線に譲り車線が設けられている。最高速度は鳥取自動車道と志差坂峠道路の一部の区間が時速 70km であるが西淡倉 IC から地図南 IC は志差坂峠道路が A 路線に指定されるよりも前に設計された第3種第2級区間であるため時速 0km また坂根から小牧は 一般道路であるため時速 50km である。全区間が進捗活方式での建設のため、全線で通行料金が無料である。ただし、作用 TB には出入り口がなく、中国自動車道へ直通する他ないため、作用 TB 作用平福 IC 間は無料区間であるものの実質に無料では走れない区間である。鳥取自動車道 シド坂峠道路の本線上にサービスエリア SA はないが全線通行料金が無料のため自由に高速道路を降りて道の駅等での休憩が可能でありまたガソリンスタンドで給油することもできるパーキングエリア PA は持ちがせ PA と福原 PA の2カ所あるが福原 PA は上り線採用方面南行きにしか設置されていない パーキングエリアともに休憩施設はトイレしかない。なお、西淡倉 IC の近隣に、道の駅淡倉川原 IC の近隣に、道の駅清流者や川原があり、これらがサービスエリアの役目も果たしている。そのため、国土交通省中国地方整備局倉吉河川線国道事務所では、鳥取道山陰道休憩施設ガイドマップを用意しており、 インターチェンジ周辺の道の駅やガソリンスタンド、いずれも道路外の施設を案内している。国土交通省管轄高速道路となっているため他の高速道路との差が出ており、標識や情報板や休憩施設等でも異なっている点が多い。志戸坂峠道路の交通情報は、日本道路交通情報センターのホームページなどには記載されておらず、 渋滞情報などは、本線上や周辺国道上にある情報版が頼りとなる。鳥取道区間については記載されているが、2010年、平成22年3月28日の開通から、しばらくの間は記載すらされていなかった。積雪等で通行止めの場合、鳥取県の道路規格課、鳥取河川国道事務所の指揮サイトにその旨が記載される。 ほぼ全線が国土交通省管轄の高速道路であるため、鳥取自動車道、市戸坂峠道路にハイウェイラジオはない。国土交通省管轄の路側放送、道路情報ラジオもない。24時間交通量、大道路交通センサス。2010年交通量、大平日は2010年4月8日、土日は2010年4月10日に、左用 JCT から、 大原 IC 館、地図 IC から鳥取 IC 館で観測したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。